い、小川真希子です。では本日は30秒で速攻リフトアップお伝えしてまいります。今日のアプローチですね、今日のアプローチする箇所はもう骨格ですね。骨格に直接アプローチします。で、顔の土台にアプローチするので速攻性があって早いです。瞬時に形を変えることが、もう顔をデザインしていくことができますので、こちらぜひご活用ください。はい、以前の私のお写真ちょっとお見せしてなかったかもしれませんので、ちょっとこんな感じだったんですよね。ほんとこんな感じで15年ぐらい前の時の写真です。はい、アフターは割とね最近で、体重両方とも変わってないんですよ。顔の悩みに対して的確にアプローチしていくと、お顔は自由自在ですね、お顔をこうデザインとしていくことができますので、もし今あなたがこのお顔周辺の悩みで、悩んでらっしゃることがあったとしても、的確なアプローチをすれば必ず体は応えてくれるので大丈夫です。大丈夫です。で、ちょっと前置きが、ね、長くなりましたが、早速30秒でリフトアップしていきますね。はい、今回アプローチするとこはこの土台の骨格です。胸骨って呼ばれる骨にアプローチしていきます。はい、でですね、年々スマホとかパソコンとか長時間見ていくと、こういう感じの姿勢になって固まってる方がこう多いんですね。多くて、あと筋肉の、加齢による筋力の低下もあります。でそうするとこの骨自体がこういうだんだん下がってくる方が多いですね。こうなので骨が、骨格ですよね、お顔の土台がこういう形になると、いくらその筋肉のマッサージとか顔を鍛えたりとか、お肌 の, リフあの美容液こうあの高価なリフトアップの美容液使ってあげても、土台が下がってるので効果が低いですよね。土台から上げた方がやはり早いですよね。見た目的にも瞬時に変わることができるので、こちらぜひ気にされている方は使ってみてください。はい、では、早速参りますね。まずステップ1はですね、現状把握ですね。でこの骨のですね、下に指を置きまして、骨の下指を置くで、高さをチェックしますね。鏡見ながらで大丈夫ですので、この高さをチェックします。下がってる方があれば上げます。上にで左右同じように作っていくと、とてもとても綺麗ですので、現状把握してあげてください。これですね、これをまずチェックします。はい、で使うところはこの手根のとこですね、ここを使います。はい、この骨に手根を引っ掛けます。引っ掛けて両方とも同じ形に作っていきます。しっかり骨を捉えてから圧をかけます。骨に対して圧をかけます。ぐーっと上の方向にぐーっと角度を上げていきますね。ぐー、はい、でこちらはですね、圧をかけたまま8秒ですね、8秒にセットです。ずーっとこう圧をかけるのが8秒、ぐーを2セットしていきます。でここの骨ですね、この骨に対してこうですね、掴んでここの角度をぐーっと上げていくことをします。そうしましたら次はチェックですね。お鏡見てまた指を下に置いてチェックしてあげてください。そうするとうまくアプローチできてますと、この角度がですね変わってきます。ぐーっとここのトップの位置もこうぐっと上がるので、お顔を瞬時にぐっと上げることができます。チェックしてからアップですね。8秒圧をかけたまグーを2セットですねしてあげてください。そうすると左右も整ってきますし、お顔のこのトップの高さ、特に横側から見ると分かりやすいんですけど、このトップの高さ高くなってきますので、土台からですね、こちらぜひしてあげてください。はい、で本日の動画はいかがでしたでしょうか。小顔デザインについて無料限定動画ですね、下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらもご活用ください。はい、あとチャンネル登録いただけますと、私非常に発信のモチベーションになりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、では本日は30秒で速攻リフトアップでした。はい、本日もありがとうございます。